皆さんこんにちは。こんにちは。今回の動画はですね、てるきさんの制作はたくさんいろいろありますけども、今回の SDGs 等のホームページには10個の主な制作が載っていまして、そちらの説明をてるきさんにしてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でまずはじめにその10個の制作ですね。1つ目が東京の海や川を泳げる水質にする。2個目、排気ガスのないきれいな空気にする。3個目、添加物無添加の米飯給食実現。4個目、月7万円のベーシックインカム支給。5つ目、オンライン社会、AI 自動運転車の実現。6、スマホで自宅閲覧できる電子カルテ実現。7個目、真の通選挙実現。8個目、命が生まれ持つ個性を差別しない。9個目、人と地球とコロナと共存。10個目、生まれる権利、死ぬ権利。以上が10個の政策でしたね。はい。で、こちらなんですけども、じゃあこれからてるきさんに説明してもらいたいと思います。じゃあまずはじめに、一つ目の東京の海や川を泳げる水質にする、こちらの説明をお願いいたします。はい、東京の海や川を泳げる水質にするなんですけれども、単純に、僕が海や川で泳ぎたいからです。綺麗な海や川で泳ぎたいんですけれども、東京に限らず都心の海川は汚れていて泳ぎたくないので、わかるわ、泳げるような綺麗な海や川にしたいんです。以上です。ありがとうございます。でこちらですね、実現するために、まあてるきさんが当選して議員になれるってなった時に行おうとしている活動内容はありますか？そうですね、まあ議員として働きかけることなんですけども、上下水道、上水道というのが蛇口をひねったら水を出るものなんですけども、下水道というのは例えば、洗い物をして流す水、おトイレした時に流れる水、それが下水道なんですけれども、東京はやはり土地とかがなかったりとか、廃線後大変な中で、その上下水道を整備しなきゃいけない中で、その分流方式と合流方式みたいなのがありまして、環境にいいのは分流方式っていう、こう分かれてる、下水道なんですけれども、どこ行くの？え、お水分かれてる下水道なんですけれども、東京はやはりその下水道を分けるっていうことになると、それだけまずお金がかかったり土地が必要だったりするので、もう、まあ、環境という意識が低い時代に、とりあえず、雨が降った水も、トイレで流す水、工場で流れる水、洗い物を流す水も全て雨水も全部一緒の下水道に流れてしまってるんですね。なのでそれを分けることによって、環境に、負荷がかからない、ような、水質にしていくことができるんですね。今の状態だと、例えば通常の雨が降ってないような状態であれば、ちゃんと、その浄水場、下水をきれいな水質にして、海や川に流しているんですけれども、大雨が降った場合は、その浄水能力が超えてしまうので、その雨水だと、大雨の雨水も下水の汚い水も汚水も全て海や川に流さなきゃいけない状態になってるんですね。それをもっとこう、そういった風にならないようにしていきたい。なので新設する、まあ東京の下水道は、
分流方式に今から変えるのが難しいかもしれないんですけれども、であるならば合流方式として雨水が、降った時に、貯水できるような、まあ今もやってらっしゃると思いますけど、そういうのを貯めていって、雨水が、大雨降った時に雨水とか汚水をこう一時的に貯めておいて、雨が止んだら少しずつ浄水していくっていうものを、整備していく、または、私たち個人ができることとすれば、なるべく洗い物とかする時に油物を流さないとか、そういった、配慮とかも必要ですし、また、微生物を使った、海水だとか、川の水をきれいにするっていう試みも一部で行われてたりするので、そういった微生物とかを使って、川の水、海の水をきれいにしたりとか、あとその、まあ、ゴミとかが海とか川に流れてたりすると思うんですね。もちろんその下水とかもそうなんですけど、それによる、河川の、河川、海の汚染っていうのもあると思うんですが、で単純にこう川の中に自転車がこうぶん投げられてたりとか、いろんなゴミがこうその海や川に流れていったりとか、それはだから僕たちがポイ捨てするとかそういったことによって海や川に最終的に流されていきますので、まあ、それの結果マイクロプラスチックとか、まあ、私たちの人体にも影響が出たり、そのただ単に海や川で泳げないとか、そういうことだけじゃなく、まあ、いろんな影響があると思うんですけども、そういったことを、私たち、一人一人が意識して、まあ、僕は SDGs 党と、政治団体として今回立候補させていただきましたけれども、そういった意識を持っていくことがやっぱ大事だと思うんですね。なので私が議員になったとしたら、そういった意識を、皆さんに持っていただく啓蒙活動をするぐらいしか今のところは、ないんですけども、まあ、都議会議員というのは行政の長ではなく、行政の長がやってることに対して、チェックしていく、機関でありますので、なので、そういったことを、まあ、都知事だとか、都庁、都庁職員に対して、訴えかけたり、また都民の皆様に、啓蒙していく、そういった活動をしていく、所存ではあります、はい、なので、まあ、下水の処理能力、下水道による汚水の処理能力を上げていく、ように、アプローチしていく、こと、そしてまた川とか海を浄化していくにはどうしたらいいかっていうこと、まあそうですね、生物の力、微生物と言いましたけど、そういった生物とかの力を使って、環境の負荷のない世の中にしていく、そういった試みをしていきたいと思うんですね。だから僕が今この状態、議員もなってない状態でこんなこと言っても協力してくれる人がいないかもしれませんけれども、僕が例えば都議会議員になったとしたら、都議会議員の言うことであれば、じゃあ力になりましょうっていう人たちもいると思うんですね。大学だとか、民間企業の人だとか、なので、僕がそういう意識を持った、議員、そういう候補者という、ことであり、そういう人が、都議会の中に入っていく、これだけでもすごく違うと思いますので、そういった、環境と、まあ、経済、私たちの生活、両立できるような社会にしていきたいなと思っております。まあ、そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。で、2番目ですね、排気ガスのないきれいな空気にする、こちらの説明をお願いいたします。そうですね、なんで排気ガスのないきれいな空気にするっていうのは、やっぱり僕はきれいな空気を吸いたいからですね。まあ、単純に先ほどの水をきれいな川で泳ぎたいとか、それと一緒できれいな空気を吸いたい、まあ、ただそれだけですよね。まあ、タバコの煙も吸いたくないですし、排気ガスも吸いたくないですし、単純にきれいな空気を吸いたい、なので
排気ガスのないきれいな空気にしたいと私は思ってます。ありがとうございます、うん、では実現するために行おうと思っている活動内容の説明をお願いいたします。これはやろうと思えば実際にすぐ簡単にできることなんですよ。なぜかっていうと、排気ガスのない車にしてしまえばいいからです。日本中の車を。でそれはもう技術的には可能であって、例えば、まあ、政府が、そういう規制をしていけば排気ガスの、排気ガスを出す車は例えば税金が高いだとか、そういったことをしていけば、エコカーが普及しますし、もっときつくやるとすればもう全ての、車をエコカーにするとか、そうすればいいわけですけども、政治家と自動車会社が癒着しているので、癒着してるって言ったらあれかもしれないですけど、つながってるので、なるべく自動車会社としては排気ガスの出る車を売りたいと。なぜかっていうと、売れなくなったら今まで、そのためにそのを開発するために、投資してきたお金が無駄になってしまう。なので自動車会社としてはできるだけ排気ガスが出る車を売りたい、政治家としては、そうなると、自動車会社から、献金だとか組織票とかもらえるわけですから、自動車会社の意向を無限にできない。なのでなるべく遅く、排気ガスがなるべく長く出るような社会にしてるっていうのが僕は、実情だと思うんですけども、まあ、僕はそういった癒着やしがらみのない政治家なので、本当にただ別に単純にきれいな空気を吸いたい、それの思いだけですので、もう単純に本当に排気ガスが出ない車じゃないと走れないっていうふうにすればいいだけの話で、もう技術的にはできることなので、それを僕はもっとこう訴えていきたいと思います。都議会議員の立場なので実際にそういう権限はありませんけれども、そういったことを切り込んでいきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。では3つ目、添加物無添加の米飯給食実現、こちらの説明をお願いします。そうですね、添加物無添加っていうのはに関しては、安全安心なものを食べたいので、添加物無添加の食べ物がいいと。で、農薬のない食べ物、農薬を使ってない食べ物、なぜかっていうと、添加物もそうですけど、僕は添加物っていう言葉は優しすぎると思っていて、食品薬物と思ってるんですね。農薬も薬物ですし、添加物も食品添加物も僕は薬物と思っていて、どういう薬物かっていうと、本来では、今日食べなければ腐ってしまうものを1週間、食べられるようにするために、薬物を、注入している。僕はだからそのようなものを食べたくないですし、それだけ、もしかして本来であれば腐ってしまうものを薬によって腐らなくさせるものを入れたものを食べるっていうのは、体内に入れるっていうのは僕はあんまり好きじゃないなっていう、ただそれだけなんですよね。で、なんでそんなことをしてるかっていうと、これも先ほどの癒着の話なんですけども、メーカー、会社としては、作ったものを、今日一日で廃棄するのではなく、1週間、1ヶ月、1年と長い、より長く、持たせたい。そうすればより長く売れると。なので、添加物をたくさん使いたい、なので、メーカーとしては添加物がまみれのものを使ってもいいじゃないかと、そういうことだと思うんですけども、昨今は僕も無添加無添加言ってますから、昨今は無添加が結構増えてきてるんで、メーカーもそれに押されて、無添加が増えてきてるだけで、つまり先ほどの川も海も空気もそうですけども、人が訴えれば少しずつ世の中が変わっていくんですよ。なので訴えなければ世の中変わっていかないんですね。消費者がそういうことを言うことで、少しずつ、会社とかメーカーが、しょうがなく変わっていく。僕は一般人の立場でそういうことを今までずっとやってきてますけども、それが例えば議員になることで、より強い、発信力があるので、私はそういうふうにして、都議会議員として添加物無添加、農薬の使わない、給食を実現したい。で、なぜ給食、実現かっていうと、もちろん、最終的には、
添加物無添加とか無農薬の食べ物を世の中に普及させたいと思ってますけども、給食、学校給食において子どもたちは選べないんですよ。学校行って通って給食出てそれを食べ、まあ、強制的に食べさせられるものなんですよ。もちろん、うちの子はもうこういう無添加ものしか食べさせないって弁当持っていくこと可能だと思いますけど、そんなことやってたらお前なんで弁当持ってきたんだよって言って、お前のお母さん頭おかしいんかみたいな、そういうふうにいじめられる可能性もありますし、基本的には事実上もう反強制的に食べなきゃいけないようなもの、じゃあそれを食べる中で安心安全なものを食べてもらいたい。そして安心安全なものを食べるっていうのはその食材だけでなく、食を通して給食を通して食文化、文化伝統も学んでほしい、そういう思いが僕はあるんですね。私たちは一応日本国籍を持つ日本人なわけですから、日本食和食をやはり給食を通して、学んでほしい。まあ晴れの日、晴の日とか日本にはありますけれども、季節の料理だとか、その地域の郷土料理いろいろあると思うんですね。その中で、まあ、日本の主食である米、まあ、昨今では米離れが激しく、パンを食べる人が増えてきてますけども、これも、日本が敗戦して、戦争で負けたことによって、アメリカとか GHQ が、日本の食文化を破壊し、パン文化を、日本人に植え付けようとしてハンバーガーだとかいろいろそういったものを、食べさせて、日本人が本来、今まで食べていた、体に合った米食から、パン食に文化にさせて、これも商売なんですよ。養殖を食べさせることによって、外国が儲ける、またその食文化による洗脳によって、日本が戦争で負けて、そういった恨みだとか、怒りとかを和らげていく、そういった効果もあるんですけども、ちょっと話長くなるんで割愛しますが、 なので、日本人はだから、養殖文化が結構進んでしまったんですけども、まあ、それは自分の個人的に食べたければ食べればいいと思いますけど、義務教育である学校においては、日本の伝統文化、和食、米飯給食、米による、食事、もちろん米ではなくそばとかうどんでもいいですけれども、基本的には米飯給食を食べることによって日本の食文化を学べる。それだけではなく、米を食べるっていうことは、米の生産量が上がる、必然的に消費量が上がるわけで、そしたら生産量も上げなきゃいけない。そうなると、日本の食料自給率も上がっていく、いいことだらけなんですよね。なので、日本の、正しい和食、そして、まあ、魚離れも激しいですけども、魚の食べ方とかも、給食で教えるとか、まあ、マナーだとか和食のマナーだとかも教えつつ、もちろん週に1回ぐらい例えば洋食があってもいいですし、洋食で食べ方はこうナイフフォーク端から食べますよとか、そういうのあってもいいですし、そういった食文化をやっぱ、教えていく。ただ食べるだけではなく、学校という教育機関なので義務教育課でそういった、米飯教食和食を教えていく、そういう必要性が私はあると思っているので、そういう政策を掲げています。これ、まあ、今先ほど挙げてるやつはもう本当に僕が立候補した10年前に立候補した時から掲げてる政策なので、まあ、そんな感じです。ありがとうございます。では4つ目ですね。実現するためのなんていう、忘れてた。実現するために行う活動内容は何ですか？そうですね、だからそれ もう全部重複するんですけども、基本的には、まあ、都議会議員となってその発信力を上げて、まあ、無添加の食品を、普及させていく、無農薬の食品を普及させていく、米飯給食になってない、ところもあると思うので米飯給食を普及させていく、そういった働きかけをしていきたいなと私は思っています、都議会議員として、まあ、まあ今でもできるとは思うんですけども、やっぱ影響力だとか、まあ、都議会議員になるとお給料とかももももらえますし、今は僕はボランティアで全部やってるところがあるので、どうしても資本力だとか、影響力とか弱い部分もあるので、そういったところを積極的にやっていきたいと思っております。
ありがとうございます。で、4つ目ですね。月7万円のベーシックインカム支給、じゃあこちらの説明をお願いいたします。そうですね、まあ、単純に、まあ、月7万円ぐらいもらえたらいいなっていうのがあって、欲しいなと思って、ベーシックインカムっていうその最低保障制度、まあ、生活保障、生活保護に代わる生活保障みたいなものがあればいいなと思って、掲げました。じゃあこちらを実現するために行う活動は何ですか？そうですね、まあ、ちょっと先ほどの補足なんですけども、まあ、月7万円ぐらいあれば、月7万円あれば、例えば奥さんがいれば、妻がいれば月14万円、子供が1人いれば月21万円、2人いれば28万円で、まあ、生活し、働かなくても生活できる、これから AI が普及して、AI が、社会に組み込まれていく中で、人間の職が奪われっていうか、人間の職が代替、 AI に代替していく中で、人間が、やっていくことっていうのは消費、遊んでいくこととか、そういったお金を使っていくことだと思うので、そういったものを、まあ、月7万円、そのもちろんその、働きたい人は別に働いてもいいと思いますし、そこからサラリーマンやったり、アルバイトやったりしてもいいですし、足りない分は働いてやればいいと思いますし、ただまあ働きすぎてお金がたくさん増えるような人は、ちょっと7万円が6万円だったり5万円だったり、もしくはなしだったり、そういうのもあってもいいと思いますし、いずれにしてもそういったベーシックインカムを普及していきたいなとは思っているんですけれども、で、まあ、じゃあどういうふうにやっていくかっていうと、まあ、基本的には訴えていくしかないと僕は思っているんですけども、例えばこれいきなり月7万円っていうのは難しいかもしれないですけども、月1万円だとか、もしくは7万円ではなく何かのポイントだとか、そういうのって、やろうと思えばできることだと僕は思うんですね。例えばなんか、PayPay だとか、メルペイだとか、D 払いだとかいろいろあると思うんですけど、そういうのって結構なんかポイントとかすごいもらえる時期とかあったりすると思うんですよ。なんでなんか今でこそ結構増えてますけど、まあ、最初の方とか結構いきなりすごいポイントがもらえてたりとか、そういうのあったりするので、そういう普及するときにそういった民間企業の力を借りる、ベーシックインカムを普及するにあたり、導入するにあたり、その眠いですか、すみません。大丈夫。ベーシックインカムを普及にするにあたり、そういった民間企業の力を借りていくっていうことも大事だと思っていて、例えばじゃあPayPay に、PayPay さんに独占的にやるんでとか、わかんないですけど、まあ独占なのかわかんないですけど、独占なのか、もしくはそのいろんな各社競合させて切磋琢磨させてとか、そういういろんなやり取りをすることによって、まあ、月7万円 その税金を使わずに、月7万円か分かりませんけども月5万円だったり月1万円だったり、そういうやり方もやりくりもあると思いますし、まあ基本的には僕は、年金だとか、生活保護だとか失業保険とか、そういったものは全部なしにして、全員が月7万円のベーシックインカムっていうふうに僕はしていきたいと思ってはいます。で、今まで払った年金っていうのは、払った分だけ返ってくると。で、昔は、例えば、そうですね、払った分以上にたくさん返ってきましたけれども、これからの人たちはもう、そんなに返ってこなかったりとか、そういうような状態で、なので、これからはだからその年金が破綻というか、まあ、うまみがない状態になっていって、ただただ高齢者の方をすごい養うような形で、すごい若者の世代にすごい負担がかかるような状態になっていて、その分はだから今まで払った分は返ってはくるけれども、ちょっとリターンはちょっとすいませんっていう形にしないと、もうどん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 若者だけが、苦しくなっていくっていうような少子化である以上苦しくなっていくので、ここはもう本当年金っていうのはもう本当に一旦ちょっとこう、
見直しにするべきだと僕は思いますし、それで生活できない人は、生活保護ではなく保護費ではなく生活保護施設を作って、そこでみんなで共同生活することによって、なんとかやっていくと、そういう形で、まあ、そこが嫌であれば働く。だから生活保護費っていうのは全部、なくして、生活保護費を与えてしまうと、例えばアルコールやギャンブルだとかやったりとか、別にそれがダメとは思いませんけれども、必ずしもダメとは思いませんけれども、そういうギャンブル依存症だとかアルコール依存症で、なってしまい、働く意欲がなくなってしまう人もいると思うので、働く意欲が低下しないような保護施設、そういったものを作って、生活の面倒を見る。でそこから抜け出したいんであれば、ちゃんと、規則正しい生活をして自立できるようにしていく、そういった施設を作りたいと僕は思っています。なので年金も廃止、生活保護費も廃止、失業保険も月ベーシックインカムが入ってくるわけですから、廃止していく。でそうすればそこで浮いた財源がありますので、それで、賄えていくものだと僕は思っています。それプラス、そういったメーカーさん、メーカーさんっていうか、その各企業、民間企業さんと、その、まあ、ポイント制度だとか、そのこっちのそういった、なんですか、そのオンライン決済みたいな、そういうことをやることによって、なんとか併用していきたいなと僕は思っています。だそれが、まあ、目安として月7万っていうのはありますけれども、まあ、それがまあ少しずつ1万とか2万とか3万とか増えていったらいいかなと思ってますし、ただ僕は今あの都議会議員なんで、まあ千葉県知事とか東京都知事とかそういった権限は持っていないので、権限というかそうですね、そういうの作れないんで、ただまあ都議会議員としてそういったことをやはり訴えていく。まあ、基本的には実現するために行う活動っていうのは、都議会議員の立場として、全てに言えることなんですけど、訴えていくとしか、ないですね。まあ、都議会議員っていうのはその政策を実現していく、立場のポジションではなくて、都知事がやってることに対してこうちゃんとやってるかっていう、その都民を代表してチェックする、人たちなので、実現するためにどうやっていくかっていうのはもう本当に訴えていくっていうことしかないんで、まあ、それも全部同じ回答になっていくとは思いますけれども、まあそんな感じですね。じゃあこの囲碁は実現するために行う活動っていうのは聞かないので、まあ基本的にはだからそうなるように訴えていくしかないですね、うん、その都議会議員としては。じゃあ全部聞かないので大丈夫です。で5番目ですね、オンライン社会 AI自動運転車の実現、こちらの説明をお願いいたします。そうですね、オンライン社会っていうのはやはり、僕は現金とかあんま持ちたくないんですけども、あんま触りたくないんで、触りたくないって言うとあれですけど、まあ、神経質だったりするんで、すごいピン札とかだったらいいですけど、ピン札じゃないとかもある。なんか落ちたその現金だとか、お札だとか小銭だとか、あんま落ちてるかもしれないで触りたくないんですけども、なので、普通に今だったらそのスマホでピッて変えることができるので、そういったもう全部全てそれにしちゃえばいいのになって僕は、思っています。それは、まあ、結構僕は、合理的な、性格があるんで、そっちの方が効率的で合理的なので、そういった社会にしたいなと思ってますし、ハンコとかも別になんかそんな必要あんのかなとか、ハンコじゃなくてもうこう今だったらこうパスワードとかやらなくても指紋認証で全部こうなんていうんですか、すぐログインできたりとか、そういうのある中でなんで使わないんだろうとか思ってますんで、ブロックチェーンとかやれば、セキュリティとか大丈夫なんじゃないかなと思いますし、だからそれをもう疑っちゃったら僕たちはもう生活できないくらいに、スマホとかネットとか、まあ、AI とかも含めてもう切っては切れないような状態になってしまうんで、今更そこを疑ってもしょうがないとは僕は思っていますし、まあ、ペーパーレス化とかもそうですし、選挙に立候補するのも結構大変なんですよ、手続きとか、
戸籍謄本用意したりとか、まあ、結婚でも戸籍謄本用意したりだとか、いろいろ書類書かなきゃいけないとか、一個一個とか、なんか一文字間違えたらいけない、ちょっと書き直してハンコ押すとか、すごいめんどくさいんですよ。まあ、引っ越し手続きとかもそうですし、住民登録、住所登録とか住民票とかもいろいろあると思うんですけど、そういうの本当にめんどくさいんで、そういうのもオンラインで、もう常にもう指紋認証とか、自分のマイナンバー番号を入力するだとか、生体認証とか、まあ、そういうのでもうすぐ、はい、わかりましたって、もう それですぐ、もう技術的にはもう解決できることだと思うんですね。もうピッて終わる話を、もう30分だとか、何日間かけて書類、取りに行ったりとか、そういうの本当に、大変なんで、もっと合理的、効率的にやっていきたいなと思ってます。もしね、あの災害の時どうするんだとか、そういうの、そういうこと言う人いると思うんですけど、災害、そんなに災害の時は、例えば紙とかもどっかなくなっちゃってると思いますし、なくなって、さらに、もうなくならなかったとしても、誰かが、ね、強盗入ったり、強盗で取られるかもしれないですし、だからそれはもう、わかんないわけですよ。紙で取っておいたから大丈夫だったパターンもあるかもしれないし、紙じゃなくてオンラインで残しておけば、それオンラインで、その、オンラインですから、クラウド上にデータ残しておけば、復旧すれば、すぐ、現物がなくてもすぐアクセスできるんですけども、紙とか現物の場合だと、もうそれがどっか津波で流されちゃったら、もうそれ終わりなんですよ。で、なんかスマホが津波で流されても、新しいスマホを用意して、またログインすれば、また復旧できるんですよ。なので、それはもう本当、運ですよね、うん。なので、僕は、災害の時どうするんだ、ってその持ってた方がいいんじゃないかって言っても、持てる量も限りありますし、写真とかアルバムも今スマホに入れてるじゃないですか、パソコンに入れてるじゃないですか、ハードディスクに入れてるじゃないですか、それをなんかもう全部アルバム持って移動するとかも難しいと思うんですよ。逆にそっちの方が大変だと思うんで、だから服とかはもう着なきゃいけないですけども、もうその身につけなくて済むもんは、持たなくて済むもんはもう全部こう効率化していった方がいいなと僕は思っています。そして、まあ、AI 自動運転車の実現ですけども、これも技術的にはもうほぼほぼ可能だと思うんですね。だけどやっぱこう AI がじゃあ事故を起こしたら誰が責任を持つのかとか、メーカーなのか、それとも AI なのか、それともその車の AI 自動車の、所有者なのかとか、そういう法整備とか、それをどうするかっていうので、誰を責任なしにつけるか のことであって、まあ、だからそれはもう本当にメーカー側に、やるしかないと僕は思ってますけども、だから本当に、メーカー側が僕は責任を持つばいいと僕は思いますが、ただそれっていうのはAI の運転でも人間の運転でも事故は起こるわけですよ。で、人間の事故なんてたくさん起こってて、今高齢者の事故とかも多いですし、ただ高齢者の事故が多いっていうのは AI 化に向けての、こんだけ高齢者が事故を起こしてるんだから AI の方がいいよねっていう風の布石と僕は思っていますが、なので僕は別に AI 自動運転車で別に何が悪いのっていう話ですね。 AI だって無事故であるべきと思いますし、思いますけども、もし事故が起こったとしても、多分今の人間が、事故を起こすよりも圧倒的に少ないと思うんですよ。 AI っていうのは一応その、今のところ AI が感情を持たなければの話ですけども、 AI が感情を持たずに人間とうまく共存していく限り AI の方が事故が少ないと思うんですよ。なんでかっていうと、人間っていうのは感情で動く生き物なんで、技術的に運転できたとしても、例えばイライラしてたりカットしたりとか、それでなんかちょっと運転にミスがあったり、ちょっと追突しちゃったりとか、ちょっとなんか暴走運転しちゃったりだとか、またはこう眠気だとかアルコールだとかでいろんな要素があって、事故とかトラブルが起きるわけですけども、 AI っていうのは、機械なわけですから、そういった感情で反乱を起こさない限りは冷静にイライラせず、運転をしてもらえるわけですよ。なので僕は AI 自動運転車は早急に、実現すべきだと思ってますし、そうした方が、交通事故とかも、少なくなると僕は思ってます。でそれに向けて、じゃあどうしてるかっていうのは、先ほどから言ってる通り、まあ、そう訴えていくっていう、都議会議員として訴えていくっていう形になります。はい、ありがとうございます。
6つ目ですね、スマホで自宅閲覧できる電子カルテ実現、こちらの説明をお願いいたします。そうですね、これも本当にもうずっと昔から掲げてるんですけども、風邪とか引いたり、歯医者とか行ったりした時に、例えば僕は横浜で、病院行ってても、東京行ったらもうそのカルテっていうのはもう一からまた作り直さなきゃいけない。別に東京の葛飾区内でも、葛飾区の A という病院行ってやっぱちょっと B に行ったったらまた作り直さなきゃいけないですよ。病院変わるたびに作り直さなきゃいけないんですけど、僕が言うこのスマホで自宅で閲覧できる電子カルテっていうのは、もう生まれてから死ぬまでもう一つの電子カルテなんですよ。だから過去の記録は見れるわけですよ。ここで生まれました、で何歳の時、怪我しました、病気しました、そういうの見れるわけですよ。で例えば骨折したとか、なった時に、でまた2回目骨折した時、あ同じところ骨折してるねっていうのをその遡れるわけですよ。先生が、あこうこうこうだったら、あじゃあこれはこうした方がいいっていう、そういうのができるわけですよね。例えばがんとかでも、過去にこういうがんしてんだ、ああこういう診断でこういうだったんだ、ああだ、あじゃあこういうふうにやっていこうっていうのが遡って見れるわけですよ、一枚にしてるから。でも今の状況だともう一からもう最初からやんなきゃいけないんで、その一つのカルテで遡れた方がより正確な診断とか治療ができると僕は思うんですね。でさらに、一つの電子カルテってなると、例えばおかしな診断とか治療した人っていうのは後でバレるわけですよ。だからより慎重に医者の方が診断治療をするわけですよ。だからセカンドオピニオンみたいな形になるわけですね。医者が見れるわけですから、それで医者がおかしいなと思った時は、これはおかしいことやってますよっていう、まあ、そこをじゃあそれで罰するとか罰せないとか、それはちょっとその議論の余地がありますけれども、なので生まれてから死ぬまで、だから日記のような自分が生きてきた奇跡をこう辿れる電子カルテっていうのは僕は実現すべきだと思うんですね。そうでなければもう一回一回もうゼロからスタートになるんで、僕本当に苦痛なんですよね。だからもうそういうのなくすと。で毎回その例えば葛飾区内でも A という病院行って、いやちょっと嫌だなと思って B という病院行ったら、もう初心扱いなんです。それを A という病院で初心で風邪で行ったら、 B という病院行ったら初心ではなく最新扱いで行けるようにしたいんですね。同じ電子カルテなんだから。そういうふうに僕はその利便性を高めていきたいなと思っています。でしかもそのでスマホで閲覧できるっていうことなんで、パソコンでも同じなんですけども、自宅で自分の電子カルテ見れるんですよ。電子カルテってなんか医者が汚い字書いて何かでよく分かんなかったりするんですけど、それもちゃんと見えるようにして、医者がちょっとなんかこうで電子カルテとかこの書いたカルテを後で自分でこう遡って、あなんかこういうふうに言ってたんだ、こうなんだって分かるようにする、それ見える化をしていきたいんですよね。なのでもう本当病院に行かなきゃ分からない、病院でなんか請求しなきゃ分からない、そういうのではなくて、後で自分で見えることができる。で、見ることができたものを知り合いの医者とか、別の医者とかに見せて、これをこうだったんですけど、おかしくないですかっていう使い方もできるし、本当に便利だと思うんですね。だからそういう、その、家でも、その病院でも見える、オンライン電子カルテにしていきたいなと思ってます。そして、だからそれを僕は都議会議員として訴えていきたいなと思ってます。ありがとうございます。眠いね、ごめんね。7個目。真の普通選挙実現こちらの説明をお願いします。はい、真の普通選挙実現っていうのは、まあ、日本は今普通選挙って言われてますけど、なんで普通選挙とかって言われるかっていうと、昔は普通選挙じゃなかったんです。それは男しか、選挙権がなかったから。昔は女性はそういうのなかったんですよ。でも女性も戦後普通選挙となって、その普通選挙っていうのは、前はだからお金払った人じゃなきゃ、税金納めてじゃなかったらもうそもそも選挙なかった。でもそれがもう撤廃されたけど、男女不平等だった。それで、男性女性両方とも別にお金払ってなくても、選挙できるようになった。それが普通選挙って言われてるんですけど、僕は普通選挙じゃないと思ってるんです。で真の普通選挙は何かっていうと、選挙で供託金を払わない、そして、年齢制限がない、そして、居住実態がない。これが真の普通選挙だと僕は思ってるんですね。今都知事選に立候補するとしたら300万円払わなきゃいけないんですよ。参議院議員選挙の全国比例で立候補するとなると3300万円必要なんですよ。
そんなお金ある人って普通なかなかないと思うんですよ。なので、まあ、供託金を撤廃する、誰でも選挙が出れるようにする、でそれが普通選挙だと思うんですね、お金ない人でも、出れる、であと2つ制限があるんですよ。それは年齢制限と、住所がないとダメっていうことなんですよ。だから今住所がない人っているじゃないですか。そういう人たちはもう人として扱われてないんですよ。なので、住所がなくても例えば先ほど言ったマイナンバーとかでその指紋認証とかで投票できるだとか、そういうような、選挙ができるようにしたいと僕は思ってるんですね。なので、今居住実態っていうのがあって、例えば3ヶ月以上住まないと立候補できないっていうのはあるんですよ。でそれは3ヶ月前に、住民票を移動したとかじゃダメなんですよ。3ヶ月前に住民票を移動してかつそこで住んでるっていう実態が、明らかな実態が分からなきゃいけない、分からせなきゃいけない、それがないと、選挙で無効になってしまうわけですよ。でそんなことをやる意味がよく分かんないですよ。別にその人が優秀であれば別にそんなの必要ないじゃないですか。ちゃんとそういう政治家としてやってるんであれば、で有権者が求めてやるんであれば必要ないと思うんですよ。なのにそんなしょうもないことで、無効にするっていう、僕はだから良くないと思うんですよ。そもそもだからそんなの撤廃すれば、いろんな選挙に出るわけですよ。例えば沖縄の選挙に出る、北海道の選挙に出る、受かるまで、選挙に 出続ければ、いずれもしかしたら立候補、当選するかもしれない。でもそのチャンスがないんですよ。今4年に1度しかないんですよ。4年に一度、選挙に立候補する、もしくは別のその都道府県に移動して3ヶ月待って、立候補する、で高い供託金を払う、これだと新規参入 しにくいんですよ。つまりお金を持ってる人、組織がある人じゃないと、政治家になることができない。そうなると、政治が腐敗していくと思うんですよ。限られた人しか政治参加できないわけですから、政治家になれないわけですから、そういった世界を変えていきたい。で最後がその年齢の話なんですね。年齢制限が今あるんです。政治家になるのは25歳、都道府県知事になるには30歳、30歳からじゃないと政治家になれるって遅くないですか。僕はそれが15歳とか12歳ぐらいとかでもいいと思うんですよ。まあ、15歳、最低でも15歳でいいと思うんですよ。今は25歳なんですよ。25歳っていうのは中途半端じゃないですか。18歳で卒業して、まあ、高校卒業して高校で行って、まあ、高校でなってもいいし、それが大学でも なれないわけですよ。今25歳はで高校で大学行って22歳になっても3年間あるわけです。3年間その何してればいいんですかって話なんですよね。3年間だから25歳で私は政治家になるんで3年後に辞めさせてくださいっていう学生を取りますか、企業は。3年の投資が無駄になるわけで、それそうしたらじゃあ、そこで、政治家になりたい人は企業に嘘をつかなきゃいけないわけですよ。3年後に辞めるんで辞めさせてく、あとそれまで働かせてくださいって言ったら取られないからちゃんと頑張りますって3年後に辞めるみたいな形を取らなきゃいけない。それってやっぱり健全ではないと思うんですよね。なので25歳とは言わずに、僕はもう15歳ぐらいから本当に、能力がある人は早い、段階から政治の世界で働けるようにした方が僕はいいと思うんですね。サッカー選手とかでもプロの選手とかでも若い子10代の子が、世界で活躍してたりとかしますので、なんで政治家だけそんな25歳とか30歳になるのかも意味不明なんですよ。だからそういうのを変えていきたい。まず、あと、ネット選挙ですよね。まあこれはオンライン化も含まれますけども、普通に、例えばスマホで、選挙ワンクリックでもうこの人に投票するでもう投票できるようにすればいいじゃないですか。そっちの方が投票率上がるんですよ。でも投票率上がっちゃうと今の政党が、損するから、投票率上がってしまうと組織票のうまみがなくなってしまうので、そういうことをさせない。それと本当に腐ってると僕は思ってます。なのでいろんな人が政治に参加すればそれだけ政治が動くにもかかわらずそういうふうにさせないような社会にしてるのは本当に良くないと思いますので、まあ供託金撤廃、住所居住実態、の要件の撤廃、年齢制限の撤廃、そして、ネット投票できるようにする、まあ、年齢制限撤廃っていうのは本当だったらじゃあまあ1歳とか2歳とか3歳とかでもいいと思うんですけど、1歳とか2歳とか3歳じゃさすがに政治家になれないんで、なので、まあ、
まあ、小学生中学生ぐらいじゃないと最低でもなれないと思うので、その縛りはあると思うんですけども、でも0歳から12歳とかでも投票権を付与したいと思うんですよ。その代わりその期間は自分で投票するんじゃなくて、例えば0歳から6歳まではお父さんお母さんに委ねるとか、で6歳ぐらいからは自分でじゃあ投票、あなたが好きなところ投票してみなっていう参加でも僕はいいと思うんですよ。だって子供も人間なわけですから、だからそういうふうにもしていきたいなと思っています。そこまでしてやっていくのは真の普通選挙じゃないかなと思っています。そういうのをもっと発信、都議会議員として発信していきたいなと思っています。ありがとうございます。8個目。ありがとうございます。生命が生まれ持つ個性を差別しない。まあ、これはちょっと複雑な話になりますけど、まあ、これは例えば普通に、まあ、人種差別とかもありますし、例えば日本人だとか外国人だとか、そういった生まれ持った個性、例えば、まあ簡単に言うとそうですけども、その白人とか黒人とかアジア人とか関係なくっていうのは簡単に言ったらそうなんですけど、もっと深く言っていくと、例えば同じ日本人の間でも、あの人はちょっとメンヘラだとかサイコパスだとか、なんだっけアスペルガーだとか ADHD だとかいろいろなんかつけるじゃないですか。つけてそのマウント取ったりだとか、なんかこうちょっとこうディスったりとか貶めたりとか、なんかそういうのあると思うんですよ。でも僕はみんなちょっとどっか頭おかしいというか、どっか変なところあると思うんですね、全ての人間って。だからそれは個性なんですよね。だから肌の色が違うのも個性ですし、髪の質感が違うのも個性ですし、性格がちょっと違うのも個性ですし、ちょっとあれって思うのも個性ですし、まあ限度があるのは良くない、限度もありますけど、でもそれはでも法律でこういうことはしちゃいけないっていうのを超えなければ僕はもうしょうがないと思うんです。それでいいと思うんですよ。いろんな個性がある中で、いろんな人がある中で、協調とか、協力しながら、お互いの得意分野で社会に参画していくのが本当の、豊かな社会だと思っているので、この人は普通、あの人は普通じゃないからおかしいっていうので病気扱いするとか、そういうのは僕は緩やかな本当差別とか偏見だとかそういったものだと僕は思うので、そういった生命が生まれ持つそういう個性、性格に難があることも個性だと思うんですよね。だからまあ限度はあるとは思うんですけども、だから皆さんがなんか例えばなんかもう病気で診断を受けて、あ自分はちょっと精神障害だったんだとか、うつ病だったんだって安心する人いるんですけど、安心とかしなくていいんですよ。だってもともと別に病気とか診断受けなくても別に安心とかじゃなくていいんですよ。あなたはそのものありのままなわけですから。だから別に病気だから良かったって思わないでほしいんですよ。だからそれは別に個性なんで、だから病気だって言うと否定じゃないですか。あなたは病気なんです、おかしいんですみたいな言ってるふうに僕は思っちゃうんで、だから別にあなたは別におかしくないですよ、普通それがあなたがなんで、あなたのありのままでそれでいいんですよって、それがあなたの普通なんですよでいいと思うんですよ。世間の普通に合わせられない人はみんな病気だってなったらみんな病気だと僕は思うんですよ。だからそういったところで別に差別する必要はないんじゃないかなと思います。なのでそういったことをその尊重して理解してし合える優しい社会にしたいなとは思ってますし、あともっと言うと、それは今人間観の話をしましたけれども、例えばそれが生物観、生命観、生命の種族観ですよね。僕は人間ですけども、犬、猿、豚、鳥、牛とかありますけども、それで、ね、ペット殺処分反対とかありますけど、でペット殺処分反対って言っていますが、ペット、犬ちゃん、猫ちゃん、殺処分するのは反対だけれども、多分そういう人でも、牛とか豚とか鳥とか、ほぼ毎日のようにパクパク食べてると思うんですよね。だから、じゃあお前は肉食べないのかって言ったら、別に僕も食べたりしますけども、
まあ、食物連鎖なので、全く食べないってなると今度、まあ、僕たちが何もしないってなると今度はその下の生命がめちゃくちゃ食べられちゃって生態系が壊れちゃうんで、人間が人間である以上そういった生態系を維持するために、そういったその他の生物を食べるっていうことは、仕方ないことと思う僕は思うので、一概に全部否定とかはしないですけれども、だ本当にだから、犬猫を殺処分するのはかわいそう、でも牛豚鳥、他の、羊イノシシそういったものは食べるのは平気、虫を殺すのは平気、魚は OK 食べられる、ゴキブリは全然殺せるとか、それはだからなんかちょっとなんていうんですか、ちょっとどうなのかなって僕はちょっと思ったりするんですね。みんな同じ命なわけですから、なのでじゃあだからといってじゃあその虫が入っても殺さないようにしようとかそんなにそういう極端ではないですけど、僕もご飯、食べるし、虫が、ね、ゴキブリいたらねちょっと逃がすか退治するかすると思うんですけども、でもそういうでも意識っていうのは持っててほしいなと思いますし、だからそのペット殺処分をそので、終わってほしくないなっていうふうには思いますし、だからそういった、まあ、責任、まあ、人間である以上、まあ、万物の霊長といって生命の生物の中で一番その人間が、尊いというふうな意識であるんであれば、そういう人間として人間社会だけじゃなくこの地球社会、この地球社会の中で生態系、僕は SDGs と言ってますけども、この生態系、この自然環境を、共存しながら、生きていかないいけないって僕は思ってますし、だから僕は次のテーマ触れてしまいますけど、人と地球とコロナと共存って書いてますけど、人と地球を共存して、生きていくべきだと思うんですね。だ人間がその人間の都合で何でもかんでもやっていいと僕は思わないですし、人間のその経済とかお金儲けのために大量生産大量破壊で環境汚染環境破壊やったり、その人間同士のエゴの主張の試合で戦争して、人を殺したりだとか、核兵器で、地球を汚染したりだとか、そういったことではなく、まあ、地球というのは人間だけのものではなく、全ての生命のものであるから、そういう意味で、人間とその他の生物を差別しないっていう、風な僕は意識を持ってほしいんですね。だから僕はそういう意識をなるべく持ちたいなと思っているので、まあ、人間も同じ生物なので生物の中に人間がいて、まあ、人間が例えばお父さんだったり、人間が一番上のお兄さんだとしたら、息子とか娘さん、他の弟とか妹さんの面倒をちゃんと見れるような意識で、つまりその犬さん猫さん牛さん豚さん、そういったいろいろ虫さん、魚さんいろいろありますけども、そういった中で、お互いが尊重し合えるような、地球環境社会を整えていかなきゃいけないなと思っています。なのでただ単純に、日本人と外国人を差別しないとかそういうことではなく、そういったような膨らみを持って、生命のその持つ個性、たまたま僕は人間として日本人として、こういうなりで生まれて、こういう能力を持った人間として生まれましたけれども、次は僕はもしかしたらアリさんかもしれない、コオロギかもしれない、その道端の石ころとかタンポポとか、そういうことかもしれない。なのでたまたまこういう、ね、形で生まれただけであって、その自分 の, その、まあ、幸せ、まあ、自分の幸せも大事ですけども、自分だけのあれではなく全体全てをこう考える意識っていうのを、皆様に持ってほしいなと思っています。それがやっぱり人と、地球とコロナと共存で、コロナっていうのは、コロナもやはりそのウイルス、新型コロナウイルスなんで生命だと思うんですよね。でコロナが例えばそれでやっつけたとしても、また新たなそのウイルスっていうのは出てきますし、まあ、ウイルスにしても細菌としてもそうですし、
それってやっぱり、ちょっとなんかそれはなんかこうオカルト的なスピリチュアル的なあれ考え方かもしれないですけども、やっぱり人間がこう傲慢に生きてる中で、そういった天敵、人間を駆逐するような天敵として、そういった、ものが、現れてもまあ仕方ないのかなっていうふうに、思ってしまうところ僕は思いますし、やはりそういったあらゆるものと共存共栄できるような、ものを、その精神的なね、もの、もちろんそのコロナでね、亡くならないように、ちゃんとそういうワクチンとかも打ちつつ、ワクチン打ってもまたそのいたちごっこなところもありますので、そういったまあ人間様ではあるかもしれないですけども、まあ、謙虚な気持ちでね、この地球という環境で、まあ、いろんな生命、まあ、ウイルス細菌も含めて、生かさせて、いただいている共存させていただいている、そういう、感覚を持ってほしいなと思ってるんですね。なので、人と地球とコロナと共存だ、コロナに、殺されないって思う方がちょっとおこがましいというか、コロナでだって人間人だってゴキブリとかね、豚とかっていうのは毎日毎日も殺されてるわけですから、だから人間だったらもう何でもやっていいとか、そういうふうに思わず謙虚な気持ち でもしコロナで、死んでしまったとしたら、それはそれでまあ、運命というか、そういうふうに受け入れるメンタルも必要だと思うんですね。もちろんそのね、死なないように、重症化しないように、まあ、ワクチン打ったり、そういうマスクしたり感染対策したりっていうのは、できる範囲で、おのおの やっていくべきだとは思いますけど、まあ、政府としてもやっていくべきだと思いますけれども、もしダメだった時はダメっていう受け入れる、そういった謙虚さっていうのは大事かなと思っております。なので、まあ、そういう、政策っていうよりもそういう精神ですよね、メンタルっていうか、そういう気持ち、そういう心根を都民の皆さん、国民の皆さんにちょっと、あ、そういう考え方もあるんだ、そういうのもちょっとこう啓蒙していきたいなっていうふうに、じゃあお前は人間の味方じゃないのかっていうふうに思っては欲しくないんですけども、もちろん人間、ね、の立場のあれなんで、人間の味方ですけれども、あえてだからちょっと言わせていただいてるっていう形なんで、はい、ちょっとご理解いただけたらと思います。まあ、ちょっとそんな感じですね。ありがとうございます。これは次の9番の人と地球とコロナの共存と一緒です。一緒で、分かりました。で最後ですね、生まれる権利、死ぬ権利、この説明をお願いします。何分過ぎてますかこれ。何分、今現在と58分ですね。58分、もうこれ実はこれ10分20分ぐらいの動画に収めようと思ったんですけど、こうノーカットにした方がいいかもしれない。すげえ大切なこととかいいこととか言ってるから。本当ですか？うん、なんか自分眠ってたじゃないですか。でも、まあ、聞いたことあるし。そうですか。うん、だから最後なんですけど、その生まれる権利、死ぬ権利なんですけども、そうですね、だからまあ人どっちから言おうかあれなんですけども、うん、死ぬ権利から言いますと、やっぱ死ぬ権利っていうのは安楽死だとか、尊厳死、まあ、安楽死尊厳死でもいろいろあるっていうと思うんですね、幅が。安楽死っていうのは例えば積極的なもの と積極的じゃないものがあって、例えば本当にもう生きていけない、だけど胃ろうを通してなんとか生命だけを維持することができる、そういう状態であって、植物人間みたいなのあって、そういう状態であればもう死にたい、とか植物人間とは違うか、本当に意識ちょっともうぜい苦しみながら生きてる、ただただその医療 その保護がなければもう死んでしまうような状態っていうのがあると思うんですけども、そういう状態だったらもうその医療の生命維持装置をもう、やめて、放置しておくとそのままなくなってしまうって、そういうだから消極的なものとか、それは消極的なのかな、積極的か分かんないですけど、そのもう本当に体がしんどくてもう行かざるを得ない、もう生きていくことができないので、もうじゃあそこでまあ
亡くなる、安らかに眠るっていう形のものと、っていうのが、一般的な安楽死とかだと思うんですけども、僕はそれに結構踏み込んでいて、まあ、尊厳死というか、自分がもうあのこの年ぐらいになったらもう死んでいいとか、そういうのも含めて僕は死ぬ権利って思ってるんですね。人間って生まれてからいつ死ぬか分かんないんですよ。で、人生100年時代って言われてて、生まれて100年間生きなきゃいけないってすごいしんどくないですか。100年間人間やっていかなきゃいけないっていうのは結構大変だと思うんですよ。で、もちろんたまたま、あ、100年、あ、振り返ったら100年も生きたんだ、だったらいいですけど、これからあなたは100年間生きていかなきゃいけない。だから、中学、高校、大学、社会人になっていくら貯めてなんとかやって、俺で、とかもうちょっと本当に気が苦しそうになると、僕は普通だったらそこまで考えちゃうとそう思っちゃうと思うんです。僕はだからなんかこんな幸せに生きていけるのはあんまなんか何も考えてないからなんですよ。でも100年生きなきゃいけないって、それ計算していくと結構しんどいと思うんですよね。だからそれが、しかも100年って絶対生きれるわけじゃないんですよ。病気で亡くなる可能性もある、交通事故で亡くなる可能性もある、分かんないんですよ。殺される可能性ある。で、そのなんかいつ死ぬか分からない状態で生きていくのって、こう結構拷問に近いというか、だから刑務所に、地球この人間社会という刑務所でずっと苦役させられてるような、まあでも僕はでもその人間社会で生まれてきて、その修行と思ってますんで、まあ同じようなことかもしれないですけど、こうね、こう修行してると思うんですね、この人生っていうのは。毎日毎日、日々ね、精進させていただいておりますけれども、でも100年ずっと生きなきゃ、100年じゃないかもしれないですね、150年かもしれないし、だからそれは自分で決める権利があってもいいんじゃないかと思うんですよ。だから自分は100年、みんな100年って言うけど50年だとか、いや私は70年だとか、私は40年だとか、さすがにね、10年とか20年とかっていうのは僕はちょっと早すぎると思うんですよね。それはまあ子供だからとかそういうのもありますけども、でもそれも、もっとこう現実的な話すると、やっぱ子供っていうのは社会が投資して育ててるわけですよ。なので子供を育てて大人になって税金を納めてもらって、今度はその人たちが子供をこう養って、その循環で社会って回っていくと思うんですね。なので子供を養って安楽死になりましたし、死んでいいですよってなっちゃうと、それ元が取れなくなっちゃうんですよ。なので、ある程度はやっぱ、働いて税金を納めていただかなきゃいけないっていう意味で、まあ、ある程度、まあ、それが30歳なのか40歳なのか50歳なのか分かんないですけれども、もしくは、生涯年収いくらで、税金いくら納めたらもうすぐ死ねますよっていう権利があるのか、それはもう議論の余地がありますけども、でもこんな安楽死尊厳死言ってる政治家は俺以外聞いたことないですよ。まず普通の安楽死は最初に言った通り、もう生きていくことができないからもう死ぬとかじゃないです。僕はもう本当にあらかじめ、あなた何歳まで生きたいですか、じゃあその時死んでいいですよっていう権利なんですよ。なので僕今だから38、今年39ですけども、これからだから人生100年って言うと、もう60年生きなきゃいけないんですよ。結構しんどいじゃないですか。だから別に何て言うんですか、僕はだから40歳で死にたいとか50歳で死にたいとか、その別に今ないですけども、まあ、できれば長く生きたいとかもありますけれども、でも人生100年生きるとしても、仮に生きるとしても、あなたがもし死にたいくなったら、何歳過ぎたら死んでもいいですよっていう、そういうオプションがあったとしたら、ちょっと気持ちが楽になると思うんですよ。あ、なんかあったら安らかに死ねるな、安楽死できるなって思ったら、ちょっと心楽になるんですよ。僕はそういう人間なんです。そうじゃない人もいるかもしれないですけど、そういう人もいると思うんですよ。僕はまだ健康体ですけど、あれですから、健康体じゃない人で、毎日毎日なんか薬飲まなきゃいけない、毎週病院通わなきゃいけない、しんどいなと思いながら生きてる人もいると思うんですね。なので、もしね、何かあった時に、じゃあ安楽死の手続きしたら、なんかこうできるような、オプションがあっても僕はいいと思うんですね。でそういう人って、別にそのオプション用意しなくても、例えば電車に飛び降りたりするわけ、電車に飛び込んだり首吊り自殺とかしたら社会に迷惑かけるわけですよね。電車に飛び込んで時間遅れるだとか、
それ時間遅れるだけだったらまだあれですけども、その飛び込み現場見るだとか、あのそういうのもありますし、例えば残された家族、心情的にも辛いと思いますし、さらになんか賠償金が払わなきゃいけないとか、そういう状態になっちゃうわけですよ。でしたら、じゃああなたはその安楽死で何歳死にます、じゃあ死ぬ前に生前葬でじゃあ祝って、送ってあげましょうっていう方がまだマシだと思うんですよね。でも俺はもう10年後に死ぬと。で、10年後に死ぬって思って、やっぱ死んだくないって言ったらまた5年伸ばすとか、10年伸ばしてもいいわけじゃないですか。で、その時じゃあ死のうと思ったら、やっぱ死んだくないとまた伸ばせばいいです。あ、でもやっぱ死ぬと思ったら、生前葬をやると。で、みんなありがとうっつって、明日死ぬねっつって、明日死ぬって思ったけど、やっぱ死にたくないとまた生きればいいじゃないですか。それでいいと思うんですよ。で、なんか飛び込んでね、なんか迷惑かけてとか、悲しんだりとか、とかね、行方不明になって死ぬよりは、まだ言って死なれた方が、まだ、僕はまだマシだと思うんですね。いいとかじゃなくて、まだマシだと思うんですね。だそういうのを、僕は、死ぬ権利として実現したいなと思ってますし、今、そういうこと言ってる人いないんで、で、まあ、死ぬと言っても、でこれから技術が進むと、人間の脳だけ残して、この体は死ぬけど、この脳のデータは、その、機械とか、AI とか、なんか、データ、クラウド上に、インプット、エクスポートして、その、体は死んでるけども、データ上生きてるみたいな。で、新たな体、ロボットなのか、新たな何か肉体、肉体の話はまた後で言いますけど、新たな体に、そのデータを注入すると、また復活するみたいな。で意識か、記憶とか残ってて、生きていけるっていう社会も実現するかもしれません。そういう意味で、肉体を変えるとか、そういう意味での尊厳死、死ぬ権利っていうのもあるかもしれないですし、データだけ残して、もしかしたら500年後にそういう技術があって、その時に生きる。だからコールドスリープとか冬眠とかそういうのあると思うんですけども、そういう SF 世界のような、こともあるかもしれないですし、そういうのがまず死ぬ権利なんですけども、で生まれる権利っていうのは、先ほど新たな肉体って言いましたけど、これデザイナーズベイビーとか、あるんですけども、デザイナーズベイビーっていうのは遺伝子操作をして、顔がいい顔に生まれたりとか、いい顔ってまあ定義がいろいろありますけど、身長高くとか、IQ が高いとか、すごい強靭な肉体を持ってるとか、そういうのを遺伝子操作で、その誕生できるように、するっていうのは技術上もできてると思うんですよ。ただ倫理的な問題でやってない。で例えばチャイナとかそういうのは結構そういうのやっちゃってたりすると思うんですね。多分もしかしたら陰でやってるかもしれないですけど、日本はそういうの倫理とか守っちゃうタイプなんで出遅れてると思うんですけど、そういうのもあっていいと思うんですね。なのでもし肉体を入れ替えるってなった時に、強靭な肉体、いい IQ だとか、その容姿がいいだとか、そういうのを、事前に決めといて死ぬっていうパターンもあるわけですよ。でまあそこまでいかなくても、これからその自分の子供を産むってなった時に、まあデザイナーベイビーとは言わずでも、例えば障害がない子供を欲しいとか。これは別に障害を持たれてる方、そのチャレンジの方を差別するとかではなくて、もし自分の子供が生まれる、自分の子供を産むとすれば、健康的な子供であってほしいっていうのは誰もが願うことだと思うんですよね。それは別に僕はおかしいことじゃないと思うんですよね。でもそういうことを言うと差別だなんだっていう人もいると思うんですけども、別に今そういう障害を持たれてる人、障害を持たれてる子供たち、そういう人たちを僕は差別するつもりではなくて、これから生まれる人をがいた時に、そういった人たちが生まれない、なんていうんですか、生まれないって言ったら言葉があれですけども、そういう健康な人たちが生まれるような、健康的に生まれるように願う、そういったことを研究する、そういったことを努力する、実現していくっていうのは僕は悪いことではないと思うんですね。なので、まあ健康な体だとか、まあ、例えば容姿もなんか悪いよりかは、悪いっていうのはだから定義にもよりますけど、容姿もこういうのがいいとか、そういうのができたらいいじゃないですか。だけど今は倫理的な問題、そんなことをするのは
選別、人を選別するのかみたいなことを、そういう人たち、その子供を選別する機関みたいな、そういう人たちは、そういう自然に産んでもいいと思うんですね。でも自然に産んでもいいですけども、健康な、そういうなんかそういうのことで批判する人たちは、その健康な子供が産みたいとか頭いい子を産みたいっていう人たちの、自由な意思を反対してほしくないんですよね。それは選択制であるべきだと僕は思うんです。いや、自然に産みたいっていう人は自然に産めばいいし、いや ちゃんと、なんか健康的な子、頭がいい子、肉体が、強靭な子を産みたいっていう人はそういう人でもいいし、それは選択できるようにすればいいと思うんですね。で、それが、選択、それぞれ選択した時に差別が生まれないような社会とか教育だとか啓蒙していくっていうことでも僕はいいと思うんですね。だから別に強制ではないですけども、そういうふうに僕はしたいなと思ってますし、でそういうことを言う、政治家っていないので、なので、まあ、今もでもその、子供を産む時に例えばダウン症の子が生まれるとか障害を持つ子が生まれるとかそういう場合は、下ろすとかそういうことを実際にしてる人とかっていますし、なので僕はそれは人それぞれですけれども、ちゃんと政治家がはっきり意思を言っていくべきだと思うんですね。普通の政治家はそういうのは言うとなんか叩かれるから言わないですけども、僕はそういった生まれる権利、健康的に生まれる権利っていうのをやはり、人に持ってもらいたいし、 そして、死ぬ権利も付与するべきだと思うんですね。で、死ぬ権利っていうのは、死にたいって思うのは、例えば自分に能力がなかったりとか、もし自分がもっと綺麗だったりかっこよかったりとか頭が良かったらとか、そういうのも含まれてる人っていると思うんですね。で、その理由を一つでも消したいんですよ。もし自分がもっとこうだったら、もっと華やかに、楽しく生きていけたのにっていう、のをがあるんであれば、その自分のマイナス要素であるところを潰していきたいんですよね。そうすることによって死にたいって思う人が少しでも減ったらいいなと僕は思うので、なので、もし本当になんかそういう選別、人を選別する機関みたいなことを思っている人は、望まれない、もっと自分はこうであってほしいっていう人たちの、その願いとかまで潰していることになると思うので、そこは人それぞれ選択できるようにした方が僕はいいと思ってるんで、僕はそういうふうなことを訴えていく、議員になりたいと思って、なので僕は都議会議員になったら、生まれる権利があってもいい、死ぬ権利があってもいいっていうことを、訴える、発信できる、発信する、議員になりたいと思います。それは別に都議会議員、区議会議員、国会議員限らず、そういった権利、生まれる権利、健康的に生まれる権利、健やかに生まれる権利、そして、自分が死にたいと思った時に死ねる権利、そういうのを、人権として、新たな人権として人に付与していきたいと、SDGs と後藤輝樹は思っております。ということで以上でした。ありがとうございます。ありがとうございます。で、次になんですけども、今の都議会議員の方いらっしゃるじゃないですか。その方の今までの活動とか、今活動していることとか、そういうところを見て、あ、ここ僕だったらこうしてたのにとか、ここ僕だったらこうするのになとか、そういうことがあれば教えてください。そうですね、もっとこうやっぱりアグレッシブに、なってほしいなと思ってますね。発信してってほしいなって。僕が先ほどから言ってることっていうのは、普通の人が言ってないようなことばかりなんですけれども、でそういうことを言うと結構角が立ったり叩かれたりするかもしれないんですけども、そうなると選挙で当選しないから、言っていかないと思うんですよ。で、都議会議員で当選する人たちっていうのは組織に票のある人たちなんです。自民党だとか立憲民主党とか都民ファーストの会とか、バックがあるので、自分の言いたいこと、自分の自由なことが言えない人たちなんですよ。なのでみんなこうイエスマンじゃないですけども、叩かれないようにしていく人たちがいるので、もう当たり障りのないことしか言っていかないですよ。だとすると世の中って変わっていかないんですよ。世の中これはおかしいじゃないかっていうと、やっぱ叩かれるかもしれない、でもそれを言っていかないと世の中変わっていかないんですよ。僕はそれを言っていくことができる議員なんですよ。なので、
皆さんもその僕あのやってほしいというか言ってほしいというか、あの自分の意見をちゃんともっと言って、その都知事に追及するだとか、都民や都政、世論に訴えかけるとか、もっと発信していくというか、もっと物議を醸して、別になんかその炎上させるとか、売名だとか再生回数とかそういうことじゃなくて、自分の本心をもっとぶつけて、活動してほしいなと思ってるんですね。でそういうことをやってる人が僕はあんまこう見えてこないんで、僕だったらそういうのがその議員として目に見えるような形でやっていきたいなと思っています。ありがとうございます。では最後に一言お願いいたします。お前ら愛してるぜ。ナスナスナスマイ。ありがとうございます。